皆さんこんばんは、マネさんです。イエーイはい、今日は山口県下松市にありますお好み焼きジュージューさんに来ております。ここはですね、関西風のお好み焼きになっております。それでは中に行ってみましょう。あなたはお好み焼きといえばうどん派ですか、そば派ですか？マネさんはそば派なんですね。お風呂上がりなんで我慢できずにビールからいっちゃいます。やった。はい、来ました、焼きうどんになります。マネさんね、焼きそばとか焼きうどんね、家で作るのめちゃめちゃ得意なんですけど、こちらのお店の焼きうどんはめちゃめちゃうまいです。マネさんの焼きうどんよりもうまいなと思う。これぞまさにプロの味って感じ。そして野菜たっぷりなんでね、お肉と野菜たっぷりなんで、なんかねいい感じです。本当に美味しいからね、おすすめなんで、ぜひぜひ食べてみてください。そしてビール欠かさないですね。来ました、ミックスお好み焼きです。今日は何といってもこちら、マヨネーズをきれいにかけてやるミッション勃発中です。どのぐらいきれいにマヨネーズをかけれるか、とくとご覧ください。あとね、僕こちらのお好み焼きとかね、一味をかけて食べるの大好きです。ではミッション行きましょう。そのマヨ普通に無理やったわ。まあまあ気を取り直してお好み焼きを食べてビール飲んじゃおうかな。じゃあこれ見て、これふわふわの生地の中にそばと魚介類とお肉がギュッと詰まって、いただきます。お、めっちゃうめえ。そしてビールいっちゃおうかな。やっぱり熱々のお好み焼きにはビールだよね。あー、もうなんかめっちゃうまいわ。極楽。ソースは甘口と辛口から選べます。焼きうどんはおすすめです。そしてお好み焼きといえば鉄板で食べるのがベストです。お好み焼きジュージュー、営業時間は11時から14時、そして夕方は17時から22時。電話番号 0833-43-3567。